皆さんこんにちは非常識な教室集客コンサルタント高橋孝子です本日のテーマはいつも時間がないが口癖になっている教室の先生へ売り上げが上がる5つの時間管理術ということについてお伝えしてみたいと思います 私もですねパン教室をやっていたことがあるので教室の先生がどんなに忙しいかっていうことは一応分かっているつもりですあのレッスンが10時とか10時から2時とかだったとしてもですねその前の準備とかが7時とか6時とかがスタートする場合もありますし終わった後のお片づけとかそういうものがあったりとかですねでさらにそこから通常の日常集客活動用のためのブログを書いたりとかあのインスタに 写真アップするとか加工してアップするとかいろいろそういうルーティーンの作業があってで、まあ、家族との時間があって片付けをしたり内夜間やってだいたい夜の夜なべ族1時とか2時になるみたいなそういう先生が結構多いのはよく知っています。ですので教室業っってていいいいううののはは忙しいものだということこよく知っていますでそれを分かった上でとはいえですね未来の仕事をやっていくとか今の仕事をより効率的に片付けていくために まあ時間管理というのはもう必須の項目になってきてしまうのであのクライアントさんからもよくご質問を受けるので,ですねまあ時間管理のコツですねまあどんなふうにやっていったらいいのかということを今日は中心にお話をしていきたいというふうに思っております。ま,まずですねまああの売上が上ががる 五つの時間管理術ですね。この五つの結論を先にお伝えしてみたいと思います。はい、まず、一つ目、えー、予定の天引きをする。二つ目、えー、逆算の予定の入れ込みをする。三つ目、隙間時間の活用。四つ目、三、えー、ヶ月、六ヶ月、一年後の仕事をする。五つ目、やらないことを決める。っていうこの五つが、一応、私が、まあ、実践しているというか。 まあできてない方に関してはやられるといいなと思っている5つのことなのでこちらについてあの解説をしていきたいというふうに思っております。まず1つ目ですね あの予定の天引きなんですけど、まあこれあの貯蓄積立貯蓄やった方とかは多分ご存知と思いますけどね。そこにお金があって、もうお給料日、会社員の時、なんかはお給料日と同時にもう引かれてますね。積立とかは25日にあの入金されるんだとて。25日に引き落としがかかるみたいな。その天引きされるとですね。もう入って起用がないっていうか、手に取る暇もないっていう状態なので、あのお金の天引きと同じように。時間。の転引 前引きをやる癖をつけた方がいいです。というのが、うんと空いてたらやろう。っていうのは多分できないできないんですよ。だから、あの例えばまあ私もよくやるんですけれども、もそうですね。例えば執筆とかいう作業が通常のルーティーンの作業と違うものが、その期間短期集中でドカッとやんなきゃいけないとするじゃないですか。 そうすするととやっぱね予定の点引きしないといけないいいけんですようーん例えば第1章はこの日までに書き上げるとか第2章とか少しバッファー見ておくんですけどその普通じゃないものが3ヶ月とか集中的に入ってくる時にはもう先に時間を点引きしないとどんどん仕事が入ってきちゃって入れてきちゃうことになってしまうのでそれをやるっていう癖をつけないといけない。じゃあ実際に私がそのの筆作業みたいなのを イレギュラーですよね出版そんな毎日やってるわけじゃないからそれが来るっていう時にどうしてるかっていうと先に、えっと、3ヶ月で書くっていうふうにか仮に決めたとしたらその書く時間をどこに予定の中のどこに入れ込むかっていうのも3ヶ月のスケジュール組んじゃいます大体。あのまだ他のね仕事も1年後まで仕事入ってきてるものはもちろん当然スケジュールに書いてあるのでそこを鑑みながら例えば毎日 ちょっっとずつ書くっていう風に決めるのであれば毎日例えば朝の6時から7時を天引きするのか夜の8時から9時を天引きするのか10時から11時とか書くの時間を天引きするのかそのどこを天引きするのか自分のライフスタイルで考えるんですけどとにかくもうあのカレンダーに入れ込んじゃいます1時間とか30分とか速度によってですけどね。でそこは何があってもやる <laughs>。体調があまりにもやる あの悪くてもう倒れそうで死にそうな状態だと執筆のね本にその良くないものが乗り移っても困るので書かないですけどそうでない限りは絶対にやるで他から話が来てもその時間は受けないっていうふうにぐらい徹底しないと崩れていっちゃうんですよ他の用事であでもそっちがって言ってもそこの時間なかったことにするだからそこにも絶対的に確保するし絶対的に確保したら絶対やらないといけないんですよ そうでなないいいとうまくいかないでこの時にあの私のクライアントさんにもねよくおすすめしてるんですけれどもあの皆さんが手帳が好きな人が多いのも分かっているしあの手帳の効能がねあるっていうのはすごくよく分かるんですけれども、まあ、それでもそれでも私はあの、うん、データでクラウドであの管理することをおすすめしたい、うん。書き換えとかが楽ちんだから。 私はグーグルカレンダー使ってるんですけど、仕事の用事もプライベートも全部一食単で一日で。管理してます。ですから、あの天引きでって言ったら、もう話は早くて。例えば、朝の9時から10時は。 セッションを受けない執筆のための時間にするって私が決めたとするじゃないですかそしたらもうグーグルカレンダーにあのスケジューリングしてしまいます9時10時、えー、実行は毎日ってやって3ヶ月って期間決めるとボンってやったらもう帯のようにデーッと入るんですよねその時間にそこはもう受けない他の仕事は受けない <laughs> まあ出張とかあってねどうしてもっていう時にはそこはあの2日分を前後に振るとかそういうことはやりますけれども あのそういうい感じのの組,組むのが楽なんですよ点引きとかをやる時とかは特にコンピューター上でやる方が楽であとクラウドに置いてあるのでアクセスすれば置いてあるっていうかまあアプリ だからなんですけどパソコンからでも携帯からでもタブレットからでもどの端末からでもログインさえすればそこに予定があるので手帳があるなしとか全く関係なくってあのお仕事がしていけるからもう私はどこの段階でかなパン教室やり始めて1年目ぐらいかな。ももう予定が手で書いてもあの あ,のある日はものすごい予定が多いからもう手帳のその欄に書ききれないで変なとこ書くとずれちゃって間違えちゃってとかあ,のある日は少ないだけどさらにその予定を削って書き直したりすると削った予定はこれは正しいのか正しくないのか分かんないとかその考える時間がもったいなくてですね、まあ、それでもうオンラインに切り替え。 たんですよね。あと第2水曜日とかあのそういう組み方を私コースレッスンやっていたので、そのやり方を自分が数えて間違えちゃったこと一回あったんですよ。第2週と第1週を間違えちゃうですよ。カレンダー上はね。ちょっと1日がなんかずれてる時とかあるじゃないですか。月火、水は1日がなくて、木金のところに1日貼ると第1週を数え間違えちゃったりとかしてでダブルブッキングしちゃったことがあって。 これはもう良くない自分で数えるのはやめようって言って機械に任せたいと思ってもう第1週っていえば第1週の水曜日はもう1年って設定すれば自動のカレンダーは1年後まで全部正しく設定してくれるからもうそれで日付間違いがなくなりましたねだからアナログに頼らないっていう、まあ、その体制を整えるのも必要なんですけども要は予定の点引きをすするとということですあったらやろうはね絶対無理です。達成したい何かをやりたくて それは今すぐじゃないにしてもあのいつかやらなくてはいけないことっていうのはいつかっていうギリギリの手前にも予定を入れてしまいますだからよく提出物とかあるじゃないですかで提出物とかも、うん、例えば企業さんとねお約束してじゃあ企画書をあの来週の何曜日までっていうふうに言ったとするじゃないですかで大体その3日前をもう締め切りに私しちゃうこと多いです でその3日前の締め切りのためのいつにメインをやるのかっていうのももうその場で日程入れちゃいます。そうやってあのやってたりとかして点引きをしていくんですね。であのこれ仕事ができる人とお話をすると多分分かってくると思うんですけれども忙しい人の例えば自分よりものすごく仕事ができてその人から教えを乞いたいっていうような人って絶対的に忙しいんですよ時間的に。 そうすると例えば予定を決めるときに 何日の何時だったら空いてるよどうって言われた時に一番残念な答えはあ手帳を家に置いてきてしまっているのでまた連絡してもいいですかっていう場合大概もうこの人ダメだって言ってあそうみたいな感じで言われてその自分が連絡をした時に多分その日程埋まってなかったりまあ、埋まってても断るようなケースとかもあるかもしれないんですけどね要は即答ができるような自分の予定を把握できてない人とは一緒にお付き合いできませんみたいなそういう感覚になり あるのであのよくね手帳を確認しないと今分かりませんっていうことを私もよく聞,か聞く時あるんですけどそういう人とお仕事をする時にはこの人はちょっと難しいなっていうふうに思っちゃう時があります。 はい、あの忙しい人の仮押さえてできないんですよ予定がだから「いつどう?」って言われたら「あちょっと待ってください」って言ってスマホですぐに確認できるとかねだから紙ベースが好きっていうのはすごくよくわかるんですけど絶対的に持ち歩いててその場で即答ができるかあの持ち歩きを忘れるぐらいだったらもうオンラインにしちゃった方がいいですしオンラインは十何個でも14個でも入れられるんでもう 結構いいっぱいの予定あと昔の予定たどるのもすごい楽です3年前の何日にっていう,こうあったよねとかっていう話をしてあの名前検索とかイベント検索ができるのであ何月何日会ってましたねとかっていうのもかなり前の記録とかも残っていて遡ることができます。これれ手帳って大体1年でですからね遡れないんで <laughs> まあ、手帳を発行している、ね、ところに怒られちゃうかもしれませんけれどもまあ,あの昔は本当に手帳はよく使ってましたあの手で書くって覚えるっていうのもあったしその手帳を持つっていうこと自体もねなんか毎年楽しみだったりするんですけど、まあ、その分カバンも重くなるっていうのもあったんでスマホ1台あれば全部管理できちゃう楽さっていうのもあったんで、まあ、私はオンライン派なんですけどまあ予断も入れてですね、まあ、予定の天引きをするっていうのがまあ一番目ですね。 2つ目は逆算予定の入れ込みということで、これ先ほどね。ちょっとお伝えしたんですけど、結構逆算入れてない方が多いですね。あの私、例えば何か大きなイベントを組んだとするじゃないですか。6ヶ月後とかに本番当日で本番当日のためにどういう作業が必要かっていうのをまず書き出します。えー、前日にはこれを確認。3日前にはこれを確認。1週間前にはこれを確認で。まあ。 1>, 1ヶ月前にはこんなことをしよう3ヶ月前にはこうしようっていうそのイベントに対してやっていかなくちゃいけないことって大体想像つくはずなんですよでそれをまず書き出しますでそれをいつの日にそれをやるかっていうのをもう逆算して全部カレンダーに入れていっちゃいますカレンダーにイベントとして今日はこれをやる日 今日日はこれをやる日っていうのでもう逆算で全部入れてっちゃうからある日その日が来た時にはあそっか5ヶ月後のあれを今日は準備しなきゃいけない日だったなとかって言ったらその準備をするっていうことなんでこの予定が何個も何個も複雑に絡んでくるとですねもう逆算で全部入れとかないとタイムスケジュールがガタガタになります要は新しい予約を入れる時にそこにも予定が入っちゃってるわけですよね日付 いうか時間は書いてないにしても例えば企画書を作るっていうのが逆算でポンって入ってきてたらその企画書の内容が3時間ぐらいかかるかなと思ったら3時間分はその日仕事を受けないようにしなきゃいけないので唐突にお話をもらった時に。なのでこの逆算の予定はイベントが多ければ多いほどめちゃめちゃスクランブルな感じになります。一番私がが大変だったのがあののの出版記念パーーティーのライブの方の手配 自分が演奏もするのでそのサックスの練習とあとバンドメンバーとの練習の調整とあと会場手配とイベント企画とあとは実際の当日の手配とか誰を動かすとか、えー、全部工程表を作って自分で1人でやってたんですけど前にねどこか会場の方と一回お話しした時に。 まあ、作家さんというかあの本の出版でって言ったからかもしれないんですけどコンサルタントでそれをやってるって言って「こういう規模のこういう内容で」っていうふうに言ったら「あの社長さんでいらっしゃいますよね」って言われて「ああそうですけど」って言って「あのマネージャーさんとかいらっしゃらないんですか?」とか言われて「いえいないですけど」って言ったらいやそれだけの内容と手配を一人でやってる方って見たことがないとかって言われて。 その時特に4か所全部1人で打ち合わせしてたんで、まあ、大変だったんですけどっていうのを会場担当者に1回言われたことがありますまあ私が話を聞いて私が決済するからあちらの方にとってはめちゃめちゃ早くて楽だったとは思うんですけど、まあ、手配するのそれなりにそこそこ大変でした。なので4つののでつずれてる時期の あのー、イベントを全部逆算で今日は何をするっていうのを全部入れていってそれがあった上で突然入ってきた用事をどうこなすかっていうのをまあ考えるっていうことをやっていたりしたので、あのー、新しいレッスンを公開するって決めたらその公開するために何が必要かっていうのを考えてそれを全部逆算で日付入れていくこの時もやっぱねちょっとずれた時とかもすぐピコって言ってオンラインでねずらしてい 受けますのでね、だからおすすめはオンラインで、えー、カレンダー管理っていうのはまあおすすめではあります、はい、ですのでこれをやっていくとも物忘れがだいぶ減り,減ります、はい、なのでまた私本を書く用事がね入ってきたのでまた執筆のスケジュールをカレンダーにボーンって入れ込むことになるんですけどそれを見ながら新しい仕事との調整で基本やっぱりあの即答できない人っていい仕事が逃げてっちゃうんですよ。 うん、時間管理ができてないってみなされてしまうのでね。だったら、やっぱりそういうチャンスを逃さないように、こうどうですかって言ったら、あ、大丈夫ですとかっていう日付をね、すぐに言ってあげられるような体制が整うっていうのが、まあいいかなというふうに思います。はい。これが逆算予定の入れ込みのお話ですね。はい。で、三つ目、隙間時間の活用っていうことですね。で、あの、忙しい忙しいっていう方と、まあ数人、クライアントさんと。 あのどういうふうに私がね時間を過ごしてるか知りたいっていうので私が過ごしてる時間の過ごし方とではあなたはどういうふうに過ごしてるんですかって一日の予定をね全部聞いたことがあるんですけれどもあの隙間時間が上手に使われてないっていうか隙間時間というか あのぼーーっっとした時間を無駄にご自身がが作っているケースが多いですねここ何をやってましたかここはどうしてましたかっていうと3時間ぐらい空白の時間があったりとかいや一つこれが終わると疲れちゃってテレビを見たりなんかぼーっとしてあのそこら辺こうやってとかっていうので3時間とか4時間取ってる方いらっしゃるんですけれども、まあ、確かにそうすると時間はなくなるかもしれないと思ったんですよね。あの休んんでももいいんだけれども うすねなんとなくぼーっとするとかんだからあのなんとなく Facebook 見るとかなんとなく YouTube 見るとかもそれに近くて私 YouTube も見ますよ情報収集とかもあるしあと耳でながら聞きするっていうための音楽っていうのはかけてたりするんですけど情報収集のために YouTube 見るときは真剣に YouTube 見るので時間決めて。 だから結構ながらで見るのって案外時間を取られちゃうのでそこ結構要注意ですねブログも楽しいからって言ってネットサーフィンなんかね読んじゃったりすると時間決めて読まないと結構ねあの時間取られちゃいますだからあのまずその自分のボーっとしてる時間が多すぎないかっていうチェックはまあする必要があるんですけど同時にですね隙間時間 5分あっったらどう使ってるかっていう世界なんですよ、ね、で今でこそ私そういうことを言えるようになったんですけど昔の私15分でも無駄にしちゃってた人だったんですよ。 である2人の人の影響があって隙間時間もびっちり上手に使えるようになったんですけど1人は私のコンサルタントで全国を飛び回っている方がいらっしゃるんですけれどもその方が電車の乗り換えとか飛行機の乗り換えとかのところで15分時間があったらちっちゃいノートパソコン開いてブログ書いたりメール返信してるとかあと場合によっては執筆してるとかっていうのを聞いた時にえ15分でとか思って。 その集中力の速さに衝撃を受けたのが1点ともう1人はあの同じ,、えー、じ,じ事業家実業家の若い男性の方いらっしゃるんですけどその方がいとも簡単にあの移動中みんなで移動してる最中の電車の中でパクッとあの普,通の普通の電車ですよ新幹線とかじゃなくてパクッとやっぱパソコン開いてエクセル開いてなんか入力してるんですよね。 いいやいや電車移動してる最中なんだけどとか思ったんだけどいやこれ今やっとくと楽だからって言ってさるっとね違和感なく分分とか10分の隙間でででね打ち込んでるんるすよそれを見た時にあ私はえらく時間を無駄に使ってるなっていうのをその時に分かってそっからえー、っと隙間時間でもできる小さいことを常に用意しておいて。 今空いいたなっていう瞬間にそれをやるだから移動している時には、えー、っとオーディブルですね耳で聞く学習のを移動してる時にやったりとかあとはアアイディアを練るるのを移動すすにやってますメモでいけちゃうから新規企画とかやる時とかは移動中とかにもできたりするので絶対にパソコンの前じゃないとできないものはパソコンの前でやるんですけどそうじゃないものは移動中にできるものは移動中にやったりするのとあと気持ちの切り替えをすごい早くできるようになりました。 はいこれ終わりましたはい次っていうこの移り変わるのにお時間がかかる女性が結構多い30分ぐらいボーっとしないと動けないっていうのは自分がそう決めちゃってるから多分動けない30分でも動ける人は動ける <laughs> だから動ける自分になろうって言って頑張れば多分変わります なんでね隙間時間5分を10個をもし作れたら50分できてくるんで結構な仕事できる時間になるのでそれぐらい時間をきちんと使っていると多分 YouTube をダラダラ見るとか、あのー、Facebook をダラダラ読んじゃうとかっていうのはだいぶ減るかなっていうふうにね思いますので、まあ、隙間時間の活用それ3つ目ですで4つ目3ヶ月6ヶ月1年後の仕事をするっていうことなんですが、えー と忙しいと言われている人ほど今1ヶ月の仕事を今やってる方が多いんですけれども大体余裕を持ってやるんなら私今やってる仕事で一番長期の1年後の仕事をやってますで大体デフォルトで6ヶ月後の仕事をやってて直近ので大体3ヶ月後。 じゃ今何の仕事やってるんですか?」って言ったら、あのー、3ヶ月前に決めた今やるって決めてるスケジュールを今こなしてるっていう感じになるのでメインで動いてるのは3ヶ月後とか6ヶ月後の仕事を今やってるっていう感じなんで、あのー、ちょうどちょっと季節のスパンがずれてますね。夏にに冬の仕事を大体やってます、はいあのー、春に まあ秋の仕事やるみたいなそんな感じなんでその季節のその時は過去の仕事の何て言うんですかねだからその時に急に売り上げを上げるっていうのはあの結構難しいんですよ組んであってもう売り上げが上がるような状態作ってあってを一生懸命こなすだけさらにプラスアルファしたければもちろん短期集中のものをポンと入れ込んでうまく売り上げ上げることっていうのはできるんですけれども。 基本長期スパンでここの山で500万売り上げ上げるここの山で300万上げるっていう1年で計画をこうやって決めているのでってことはその逆算で組んでやっているっていうことになるのでそその時ののの時時仕事をその時やるので忙ししくなってままいます3ヶ月ぐらい先の仕事をやってるとその時が来た時でも割と調整ができるような準備とかをさっき言った隙間時間とかでやりながらやってると。 ままあ、まあ,あのお仕事の段取りが良くなるので先の仕事をやるあの訓練をされた方がいいかなというふうに思います。はい、で5つ目ですねこれが結構ね大事かもしれないんですけど一番実はやらないことを決める、はい、とはいえ予定詰めすぎて全部はね消化できないんですよ。 でどれが今の自分にとって一番必要かどれをやるべきかっていうのをやっぱり考える必要があってやらない決断をするっていうのもこれは今はやらない将来やってもいいけど今じゃない。 これがが苦手な方が多くて、結局それであふれる予定の中に無理やり突っ込んじゃって未来の仕事ができなくなってそして結局今も忙しくなるし未来も忙しいっていうのが続いちゃうのでやらないことを決めるっていう決断をするっていうのもとても大事なことになってきます。はい、ということで、えー、本日のお話をまとめていきたいと思います。いいつも時間がないが癖癖になに 口癖になっている教室の先生へ売り上げが上がる5つの時間管理術ということですがポイント1予定の点引きをする2逆算の予定の入れ込みをする3隙間時間を活用する43、えー、ヶ月6ヶ月1年先の仕事をする5やらないことを決めるというあのこの5つがですね、まあ、ポイントになってますので全部をいきなりは多分難しいかもしれない。 という時には、まあ、どれか自分ができそうなものからあのトライしてみて少しでも業務改善のお役に立てればというふうに思ってますので頑張ってみてください。それでは